まあ、俺が特別運の要素が強いことになんか身を委ねるのが好きじゃないから、そういうふうに思うのかもしれない。いや、だけど、まあ、なんか本当、いや、この1億に人生突っ走るのだけはさすがに。まあ、そうだね。あまりにも運の要素が強い。純然たる実力比べであってほしい。まあ、そうなんだけど、それ言い始めると、今度は、じゃあキャラ差問題どうすんですかって話にもなっちゃうし、まあ、仕方ないね。そういう世界だって割り切って。でもまあ、配信っていう手段があるんだから、まあ、やっぱり恵まれてるよな。実力差の出るゲームって絶対間違いでつまらんとは思うけど。あ、いや、そんなことはないと思うけどね。そんなことはないと思うよ。だってギルティとかは別に強い人勝つけど攻めゲーじゃない。LOL とかバーロンはジャイアント機にほぼないよ。ああ、そうなんだ。大会で結果出した後にストリーマーとしての資質を問われるじゃない。まあ、そうね。ストリーマーっつうか、おめちゃんはここはいろいろ聞かれてくれると、海外は恵まれとかと。いや、まあ、ほんまそれ。ほんまそれ。ほんまそれです。ビーストカップは100万ちょっとぐらいだね。ハイタニはすごい。まあ、だから結局、まあ、そうなんだよな。最近でオムからチャンスをもらって生かしたシュート。強いし、配信も面白い。配信もおもろいから頑張ってるやつ。チームゲーの強みはドラマ性を生みやすいところか。ドラマ性を生むのは確かにいいんだけどね。例えばさ、例えばだよ。まあ、賞金もらえるからいいじゃんって話かもしんないけど、俺は、やっぱり、SFL 勝ったチームのメンバーにはスポンサーつくぐらいの見返りがあってもいいんじゃないかなって思うんだよね。贅沢かな。贅沢だね。ビジネス的に見返りがないとダメだね。そこはし、そうなんだよね。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 でもさ、例えばだけど、じゃあこの商社には、我が社は1年間、まあ1年間でも2年間でもいいんだけど、お試しでスポンサーとしますよ。企業がいてもよくない。だって今回のさ、俺を取ればさ、まあ言うたら、スポンサー梅原って感じなわけじゃん。そんな感じで、チームに対してスポンサーとするっていう企業が、あ、チームっていうか、そのチームメンバーに対してスポンサーとするっていう企業があってもいいと思うけどね。あれ、2位の方が人気あるぞ。じゃあ2位にスポンサー。そうなんだよな。そこなんだよ。俺なんですよ、明智くん。広めの場があるだけで幸せだよ。まあね。まあね。そうなんだけどね。ここは選手やチーム側は売り込み頑張らないといけないんじゃないの、守備で。だからさ、まあ、稀にね、まあ、例えばシュートって名前が出たよね。で、まあ、ハイタインとかもそうだけど、そのキャラクターもあって、要するに配信が面白くて、強さもあってっていう、その2つの才能を持ってればいいよ。まあ、他にも英語が喋れるとかももしかしたら強みになるかもしれない。でもそうじゃない人もいるわけじゃん。格ゲー特化の人もいて。そういう人はやっぱ売り込むのむずいと思うんだよね。もし1位になった選手たちに、スポンサーする企業が出てきたとしても、毎回見返りがなかったら企業は毎回金をドブにするだけになっちゃわないか。まあ、そうだね。だからそこの難しいところだよね。でもさ、まあ、スポンサーなんて、いや、俺知らんけど、スポンサー、企業じゃないからわかんないけど、スポンサーとしてプラスが出ましたっていうケースってどれぐらいあるのかなって思っちゃうんだよな。スポンサーで、まあ、極端なことを言えばさ、スポンサー費で、なんか、支払ったお金分さ、商品がさ、売れただけじゃダメだからね。売れるだけだ、ダメだからね。売れて、かつ利益が出ましたと。いう、さ、のケースってどのぐらいあるのかなと思って。あくまで広告費だから、どれだけの人の目についたか。いや、もちろんそうなんだけど、とはいえさ、商品の売れ行き変わんなかったらさ、まあ意味ないわけじゃん。変わんないってことはまあさすがにないんだけど。いいイメージがつくのはやっぱスポンサー。ともとハイパー X は前からだいぶ売れたんじゃ。まあそうだよね。あとは、まあ当時のマットキャッツのレバーもクッソ売れたらしい。クッソ売れたらしい。企業は売り上げだけでなくイメージアップにも広告費をつく。ああ、まあね。そう。そうそうそう。だから、そう、俺が言いたいのはそういうこと。さっき、チームにスポンサーとしても利益が出なかったら、スポンサー降りるんじゃないのって話があったけど、商社にちゃんとというか、スポンサーとしてやるよっていう企業があったら、まあ、イメージは良くない？と思うんだけどね。SNS がやばい人とかは強くてもスポンサー。そう。それはそう。それやるなら企業が大会主催すると思うんですよ。ああ、そうなのかな？でも別に SFL に乗っかってりゃよくね？ダメかな？例えばさ、じゃあ賞金を、じゃあ2000万円出します。ただ賞金2000万円出しますっていうのと、まだ2000万円だから、まあ優勝、まあ優勝チームだけに特化しちゃうのはどうかと思うけど、仮の話だからね。仮に優勝チームじゃ4人いるから、まあ1人500万円分スポンサーしますと。ただ出てくるお金は一緒だけど、見え方違うし、宣伝にも、その後も継続して宣伝できるわけじゃん。そいつが配信したりとか大会出るたんびに、その企業の名前が出るわけだ。シンプルな賞金ってするよりも、いいんじゃねえかなって気がするけど。まあでもさっき言ったように、その SNS とかでバカなことを言い始められた時に企業のマイナスイメージになるから、リスクがあってやりたくねえって話なんだ。他のチームのファンは買わないかも。そうなのかな。まあ、そりゃそうかもしんないけど、でも別にそのチームのファンもさ、つくじゃん、優勝したら。まあ何の会社かによるけどね。さあ、何？例
太陽さんが特定チームにつくのはちょっと、うん、まだ賞金のが無難っていうことなんだろうね。ベビースター買いません。いやでもそれ言ったらさ、野球さね、ヤクルト買いませんとかさ、そういう話になってくるわけじゃない。でもあると思う。ああ、まあね、まああるだろうね。そうならないために格ゲームはみんな交流持ってて仲いいんじゃない。うん、変装だなって。いやだから俺変な話、今回まあ優勝誰になるか分かんないけど、俺を取れのね優勝者が誰になるか分かんないけど、でもさ、その人のさ受けた待遇をさ知ったらさ、俺を取れに出るやつ、あ、プロとかの中にも爆動すると思うけどね。は？そんなリターンあんのって。全然あると思うけど、それは単純に梅原さんの負担が大きすぎる。まあ確かに、けどまあ別にまあいいのよ俺は。でそんなリターンあるのって、だってさ、あの笹も、笹それこそ笹もがさ勝ってりゃさ、多分俺から出てくる金多分500万ぐらいあったんだよ。いや一気にじゃないけどね。え、だって国籍を取るってそういうことじゃない。定期的にさ収入があってさ、で20万ぐらい必要でさ、2年間ぐらい定期収入が欲しいって話だったわけじゃない。だからまあ2年間だけど、一気にじゃないけどね、一撃500じゃないけど、っていうか働けばいいだけでしょ。まあそうなんだけど、要は働きながらこの仕事は無理だからっていう話だったよね。ただな、そのプロとかが出始めるとなんかちょっとやめてくださいって言われそう。 SFL に支障が出そう。だからまあ基本は、まあ今回笹間出てきたけど、まあ一人二人ならまだしも、SFL 出てる場合じゃ、いや、SFL はさすがに出得、まあ大変だけど、出得だと思う。さすがに。ありがとう。さすがに出得で、その SFL をやめるほどのリターンをトップ連中。まあ基本出得だと思うよ。まあ今回のサウジとかは、ちょっとイレギュラーすぎるから。これはなしで考えたとして、これは本当にイレギュラーじゃん。誰も分かんなかったことだから。だから、来年もサウジあるかなーっつって、いや、その証拠にだよ。来年もサウジあるかもなーっつって、SFL 出ませんっていう決断するやつは俺はゼロだと思う。サウジでの大会があるかどうか分かんないっていう状態で、チョメヤマさんありがとう。じゃあ SFL 出ません。そういう理由でね、そういう理由で SFL 出ませんって人はいないと思うよ。で、勝てるかどうかも分かんないわけだし。梅ちゃんも知らなかった。いや、俺も知らなかったよ。うん、結構1ヶ月前ぐらいじゃないかな、教えてもらったの。知っててリーグ辞退したのかと思った。いや、それはない。てか、その、もう、あの、なんか、お金で俺が行動をそんなに変えると思わない方がいいよ。出たけりゃ出るし。そう、金のことか、まあ、金のこと考えるのはそう、SFL 出るし。出るし、うん、まあそうだね。出たかったの？何に？ SFL？ いや、出たくないっていうか、出ない方が得だと、得っていうか、出ない方がいいなと思ったから出なかった。それはサウジがあるからじゃないよ。実際だってさ、まあ俺を取れもそうだしさ、SFL でさ俺を取れなかったの。いや、そりゃそうよ。そりゃそうよ。もういろんな企画はもう全部 SFL でさやれないから、来年も出ない可能性ある。わかんないな。うん。なんか、特にやりたいこともねえなって思えば出るかもしんないって。いや、出るかもしんないっつって出れるかどうかわかんないけどさ。まあまあ、まあ出れるか。俺が出れないわけねえな。でもまあわかんない。出たいと、なんか、ああ、こう、やりたいことできちゃったなって思えば、そっちやるかもしれない。梅ちゃんがチーム作るはない。どうなんだろうな。いや、作ろうともや作れんだろうけど、一応、なんか、SFL に出てはいないけど、俺はやっぱり、選手のつもりだから、つもりっていうか、まあ、こんなにゲームしてるしさ、その気持ちは変わってないから、なんかそういう気持ちが変わっちゃいそうで怖いけどな。まあ別に、やることねえから。まあそうだね、ももちみたいにやるってできるけど、あくまで白兵戦の選手でいてほしい。いやー、そうなんだよね。俺が、やっぱそれがね、かっこいいなと思っちゃうんだよ。風景は1億に切り替えてそう。まあ、どうなんだろうね。いや、でもあいつはね、マジでね、あんまり表に出さないけど、本当にチーム戦を大事にしてるから、1% でも可能性あるんだったら、SFL 頑張ると思うよ。表に出てる。うん。けどあれだな、フードは、SFL は、去年、一昨年は大活躍。まあでもゲームが変わったからな。セヤマさん、ありがとう。イブシギンとか来年 SFL 参加したら熱いよね。そうだね。うん。全然ありそうだけどな。